パーバイザーとしてご参加になった林様なんですけれども、この作品にビューを使おうというふうにお考えいただいたその動機ですとか、はい、そういった部分をお話しいただければと思います。はい、ですね、まずビューを最初にデモンストレーションを見せていただいたのはビュー3ぐらいの時代だと思うんですけれども、今までのソフトではものすごく苦労して、作っているデータ量っていうものをかなり現実的なレベルで作れるんじゃないかという感覚がありまして、それでぜひ使ってみたいな、いずれと思っていたのです。それでその時にやはり感銘を受けたのが雲海、雲と光の、シミュレーションの色合い、それとエコシステムの膨大なその、森の表現であるとか、建物の表現であるとか、そういうものが非常に魅力的に感じまして、それでぜひ使ってみたいなと思いました。で、それからスカイクローラーのお話をいただいた時に、空中戦がメインの舞台になると。で CG で空中戦を考えた場合に、まずやっぱり 3D でカメラが動き回るっていうことが考えられますので、ほぼほとんどのカットで、雲海、しかもその緻密で美しい雲海を作らないといけないんじゃないかということを考え予想されました。で、そこで、懐刀というか、前から使ってみたかったっていうビューを今回ぜひ使ってみたいなということがあって。それではですね、今回このスカイクローラーという作品の中で実際には、先ほど雲海というお話がありましたけれども、はい、どういったところで実際にビューを教えていただいているんでしょうか。まずメインで使っているのはほぼ全編、総尺でいうと30分を超えた分量、フル CG で作っている部分があるんですけれども、その背景である空はほとんど使っています。あと当然飛行機が地上に降りてくると、その下にずっと景観が広がるんですけれども、それは、荒々しい岩であったり、緑の森であったり、海面であったりするんですけれども、そこも大部分引いた部分の絵はほとんどビューを使用させていただいてます。引いたところというふうにおっしゃいましたが、はい、寄るとやはり何かしら、いや、ビューがビューが個別にその欠点があるというよりは、よりその緻密な表現ができるソフトウェアっていうのを、プロフェッショナルで使う場合は、そのカットで一番ベストのソフトウェアを使うっていうことが命題になってきますので、今回はたまたまよりは、Maya の、ソフトウェアが良かったり、そのプラグインを使ったソフトウェアが良かったりっていうことで、そっちを使わせてもらったっていうことですね。そうですね、今回は実際に作品の中でビューをご視聴いただいたわけですけれども、はい、使いいただいてのご感想を伺わせてください。はい、まずそのビューでないと多分この分量をこの時間内に仕上げるということは難しかったんじゃないかと思ってます。それは短いカットであれば、ビューのようなその美しい雲海っていうのを、今回はその表現としてスーパーリアルっていうところとは少し違ったテイストで空とか雲の、テイストを作っていってるんですけれども、これがフォトリアルなものであったとしても、短い尺であれば他のソフトでもできると思います。ただこの分量、このクオリティを現実的な、しかも、これは言っていいかどうかわからないですけれども、日本のバジェットの中で作っていくとすると、一番ベストチョイスだったんじゃないかなと思っています。はい、そうですね、映画とかですから、まだあんまり具体的には決まってないんですけれども、今回 そのスカイクローラーもそうだったんですが、非常に高い航空、雲の上、それと、
雲海を経た部分、そこから下の低空の空、そこから地上っていう、上から下までそのなんていうんですかね、高度によって世界観が変わっていってます。で、そのそれぞれで特徴的な部分っていうのをビューの中で作っていくことができたんですけども、やっぱり同じようにその世界観がどんどん流動的に動いてくるというような、ちょっと企画があるやなしや、微妙なとこまだあんまり明確でもないんですけれども、そういうことがあるので、ぜひともそのビューっていうものがまた使わせていただければ非常に嬉しいなと思います。その時は新しいビュー7になるんですかね、8になるのかちょっとわからないですけれども、はい、期待しています。はい、スカイクローラー自身は元の原作もそうですが、その空という世界観が一つの重要な芝居場になっていまして、その中を縦横無尽にその主人公が飛び回ると、だからその主人公が生きている世界っていうのをは、まあ、もちろん人間だから地上であるわけなんですけれども、空の中でやっと自分のその存在感というのがあるっていう物語だと思ってるんですけれども、その中でその重要な空の世界観っていうのを今回そのソフトウェアを使ってかなり、まあ、手応えあって形で描けたと思いますので、そこをまあちょっと注目して見ていただければありがたいと思います。ありがとうございます。あとポリゴンピクサーズさん、あるいはアレストのファンの方というのはいらっしゃると思うんですけれども、何かメッセージがありましたらお願いいたします。いや、ファンはいないんじゃないかなと思います。まあ、コンピューターグラフィックスっていうのは今はその映像を作る時には、必要不可欠なテクニカルになってると思います。で、それはまあ映画の VFX の時はいかにその存在感を出さずに、素晴らしい効果を上げるかっていうところが中心だと思うんですけれども、やっぱり、なんですかね、その次のステップに、まあ、コンピュータグラフィックスっていう技術が表現の一つに、どんどん昇華していくと思うんですけれども、その時には、やっぱり個人のそのセンスとか力量とかそういうものをどんどん出していけるような、制作ツールになれば非常に嬉しいと思います。だからそれに負けない、そのなんていうんですかね、自分の引き出しというか、それをこうどんどん作っていくように、勉強していけばいいのかなっていう気はしています。